横田会長、はい、ちょっと会長室を見せていただいてよろしいですか。はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、失礼します。こんにちは。おお、これ神棚ですか。これは そうですね、神棚があるんですね。はい、これはですね、ちょうどフランチャイズのその始めた時にですね、はい、まあ、たまたまね、うちの女房が、はい、北海道になんか旅行に行ったんですよ、友達と。で、頭の長いあのジュローニンさんっていうんですかね、福六十の、はい、それがね家にあると、ものすごく家がね栄えると。なるほど。いうことをね、友達から聞いてね、で帰ってきてそれをね、僕に話したんですよ。はい、で僕はこういうの全然信仰がないからですね。はい、なかったから、いやそんなことはバカらしいこと言うなと、で全然気にしてなかったんですよ。はい、で明くる朝ね、その店に行ってこう用意してる時にね、変なあのおじさんがね、それを持ってきてね、新聞紙にぐるぐる巻きにしてね、はい、持ってきたんですよ。人形さんを、はい、その福六十を、福六十のお人形を、はい、はい、あ、この福六十のお人形さんを、はい、お店にお客さんが持ってこられたんです。はいはい、持ってきてね、はい、新聞紙にぐるぐる巻いてね、これ買ってもらえんやろかと言うんですよ。昨日うちの方からね話聞いたばっかりで、ね、僕は鳥肌がビューッと立ったんですよ。でもうすぐ七福神、じゃあそれくださいと、はい、でいくらですかって聞いたら12万って言うんですよ。12万円七福神で、はいはいはい、でじゃあもらおうと。安い買い物じゃないですよね。うん、ですぐ買ったんですよ。はい、なぜかしら、それからもうずっと事業がもうどん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 良くなってくるじゃないですか。で最近気がついたんですよ。はい、で本店を、が移転の話になって解体するときに、はい、これここに持ってきたんですよ。あ、それで会長室にこれだけ大きな神棚を、はい、そうなんです。七福神が座るための神棚を作られたということですね。はい、ちなみにその何年前のことなんですか。その奥様がその北海道に旅行されて、それは会社作る前ですから13年か4年前なんですよ。じゃあまだ全然1店舗しかなかった時。そうです。はい、1店舗だけでチェーン展開とかも全然する前の、はいはい、前の話なんです。時に奥様が東京、北海道に旅行されてこの話を持って帰ってこられた。はい、十数年前にからずっとこの八百屋ラーメンさんを見守ってくださっている七福神さんでしょうね。なるほど。1店舗だった宮古屋ラーメンさんが今や150数店舗にまでなってるわけですね。はい、